恨みつらみみたいなものが強い方が怨念とかって残りやすいんですよ。だからラブホテルって出るって言われるんですね。新大久保のとある場所とかはまあまあ出ると聞きますよ。はい、絶対にやれないホテルって呼んでるところですそういった人が生きてる人に対してちょっとスケベないたずらをするとかっていうのはある？全然ありますね。変な話ですけど色条例とか言いますけどね。色条例、はい、急にそういうのに目覚める男女ってどっちもいるんですよ。お祓いとかすると一気にそういうの冷めるっていう。好きと楽しいをシェアするデイトナオカルト部です。よろしくお願いします。特別顧問のシークエンス早友先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。シークエンス早友です。お願いします。次の質問移らせていただきます。幽霊がいるような、ラブホテルとか宿泊施設みたいな、僕でもこう足を運べるような場所とかっていうのは、この辺だと結構ありますかね？あるにはあると思いますけど、体験できるかどうか別だと思いますけどね、はい。おすすめしませんよ、行けとは思いませんけど、先ほど言った通り恨みつらみみたいなものが強い方が、幽霊とか怨念とかって残りやすいんですよ、はい、だからラブホテルって出るって言われるんですね、じゃあそれを計算すると長くラブホテルであり続けたところっていうのは割と出やすいんじゃないかなっていうふうには思いますね、どことは言わないですけど新大久保のとある場所とかはまあまあ出ると聞きますよ。うちの先輩たちが絶対にやれないホテルって呼んでるところですなるほど。ちょっと自分は行きたい派なんで、新大久保ラブホテルでちょっと長そうなところを。そう、今の韓流街になる前はラブホ街だったんで、もともとちょっと名残で残ってます。そうですね、風俗街だったので、その名残、その当時からあるところを検索してみると何かいるかもしれないです。実際ラブホテルはどんな風に幽霊が出るんですか？そういうまちまちですけど、例えばですけど勝手にシャワーは流れますし、あと電気もお風呂場だけついてたりとかしますし、あとは、ずっと女の人のふんふんふんって声が聞こえたりとか、あとベッドがだいたい1個じゃないですか。ダブルサイズのベッドが1個ドーンってあったりとかすると、自分が寝てないのにベッドが沈んでたりとかするんですよ。なんかがいたってことなんですか？まあ、何者かがもう寝てるってことです。何も寝てないのにずーんと沈んでるっていうのがあったりとか、もう本当いろいろですね。でもイメージ、 YouTuber さんとかを見てても女性の霊が多いなっていうイメージで、あんまり男性の霊がラブホに出るってことを見たことがないんですけど、ラブホというところでいくと女の人のが圧倒的に多い、のはもう当然で、それは何でかっていうと、どこを重きに置いて肉体関係を持ってるかの違いなんですよ、はい、男はもう体です、はい、チンが反応するかどうかだけ単純です、ね、単純です。だからおっぱい大きいグラビアの子見たら興奮する、はい、もう単純明快じゃないですか、はい、だけど女性は違うんですよ。心を動かしてくれる人っていうのに割ともう惚れてしまうんですよね、スーッと。だから男がなんて言うんだろうな、エッチしたいなって思う女の子って割と共通点多いじゃないですか。あげると、まあ、こんな子だよねっていうの。女の人って割とバラバラなんですよ。のと、これ日本だけじゃなくて全世界的に、はい、あ、この人なら一晩だけ抱かれてもいいかも、一晩だけこの人の女になってもいいかもって思わせることができる男の人ってあんまり共通点がないんですよ。ね、世の中だと背高くてシックスパックでとかいろいろ言われてますけど、実はあんま関係ないんです。デブな人もいればハゲな人もいたりとか、おっちゃんもいれば若い子もいたりとか、そんなに関係ないんで、まあ心を満たしてくれそうな感じを出してる人たちっていうのはモテるっていうのね。だって言うと女の人は精神的な依存を肉体に求めることが多いので、そのまま亡くなったりとかすると、心を満たしてくれた場所イコールラブホテルに行っちゃうことが多い感じですね。ああ、そこで亡くなってなくても、そうですそうですそうです、どうしても好きだった人が一晩だけ抱いてくれた場所とかね、 ありますから、そういうのも昔はあったと思いますよ。今はそうでもないでしょうけど、なるほど。じゃあ次のちょっと質問の方に、恋愛感情の今お話のついでっていうのもあれなんですけども、生きてる人間って普通に恋愛するじゃないですか、はい、亡くなった人同士で、意思疎通だったり、それ以上のこう恋愛関係になるようなことってあるんですかっていう質問がありました。はい、ないです。
ないですね。ないですね。魂同士で結ばれるみたいなのは成仏した後にあったりすると思いますよ、はい、例えばね、先に旦那が亡くなって、寂しいなっていう奥さんが後々に亡くなって成仏し終わった後に再び出会うとか、うん、はい、もしくは本来結婚する予定だったけれども死別してしまって、うん、で後々、ね、タイタニックみたいに別の人と結婚したけれども亡くなった後はその人のところに帰るとか、うん、そういうことはあると思いますけど、新規で恋愛ってことですよね。あ、そうですね、亡くなった人同士であるマッチングみたいな、新しくってことですよね、はい、それはないですね、はい、まず不成仏霊、この世にいる間っていうのは幽霊は他の幽霊のこと見えてないので、はい、そうなんです、ね、だって僕らって見えてないじゃないですか、はい、それがそのままトレースされるだけなので見えないんですよ。だから俺とか先輩芸人さんヤースーさんとかみたいな霊感がある人は多分死んだ後も幽霊見えるでしょうけど、僕ら人間っていうのは基本は見えてないので亡くなった後も当然見えてないです。へ、はい、で成仏した後っていうのは、はい、いわゆるさっき言った欲ですね、業とか欲が全部削ぎ落とされた後に成仏ってするので、はい、その後は新しく恋愛をするってことはないですね、はい、恋愛っていうのは何を求めてるんだってなると自己承認欲求と愛情と肉体的な欲求とみたいな、結局のところ欲求を満たすところっていうのが大きいので、新規の恋愛はね、はい、それが死んだ後も起こるっていうんだったら生きてる意味がないので、あれですね、新規で起こることはないです。あ、逆に生きてる時にめちゃくちゃスケベな人が亡くなりました、うん、でもスケベ欲を満たされてなかった人が亡くなった場合は、はい、その人がまあこの世にいる間でもちょっとスケベなことができなかったっていう欲求が満たされない状態で亡くなってるんで、そういった人が生きてる人に対してちょっとスケベないたずらをするとかっていうのはあるんですか。全然ありますね。それは余裕であります、はい、まあ、変な話ですけど色情霊とか言いますけどね。色情霊、はい、色に情熱の情に霊で色情霊って言うんですけど、はい、取り付いたことによって自分が生きていた時生前満たせなかった肉体的欲求を満たすっていう人って割とよくいるので、急にそういうのに目覚める男女ってどっちもいるんですよ。でなぜか急にお祓いとかすると一気にそういうの冷めるっていうタイプの人たちは、まあ、何かしら影響されている可能性はあると思います。ああ、そうなんですね。無意識のうちにすごいなんかこう興奮しちゃってたとか、まあね、本能ですからね。一人の人と永遠に結ばれてればいいという人もいれば、不特定多数の人と定期的にいろいろしないともう無理なんだって人っているんで、それって情とか倫理とか関係なく癖というか生まれながらの性質なので、割とそれは、ね、死んだ後生きてる間浮気とかしまくったら怒られるじゃないです か死んだ後どうにか発散しようみたいなおじさんとかいるんじゃないですか多分多分ですけどね肉体がないので肉体がある誰かに取り付いて、行うっていう、だ基本的にはモテそうな人に行きます、男女ともに。